なんださっきからピンポンピンポンうるさいな。まだ深夜じゃないぞ。誰だ？あん？なんだ？人？人だよな。こんばんは。え、あなた誰ですか？はい、こんばんは。誰ですか？もし話があるので、玄関開けていただいてもよろしいでしょうか？話ですか？はい、お話があるので、玄関開けてもらってもよろしいでしょうか？あ、すいません、ちょっと、いろんな事情があって、扉開けられないので、ここからお話をお願いします。何のお話ですか？いや、だから、今、ここからでもお話できるじゃないですか。だから、すいません。本当にちょっとね、外寒いんで申し訳ないんですけど、ここからお話お願いします。すいません。中に入れていただかないとちょっとお話できないんですけど。てか、そもそも誰ですか？ちょっと見ず知らずの人家に入れたくないんで、普通に、自己紹介してもらってもいいですか？玄関入れていただいたらお話させていただくので、その辺は。だから、まずは、名前を名乗ってください。普通、名前わかんない人家に入れないと思うんですよ、誰も。誰ですか？とりあえず入れていただいてもよろしいでしょうか？やべえ。だから、あなた誰ですかって、普通に名前を名乗ってください。お願いします。わかりました。そしたらですね。はい。私、NHK の、NHK? おー、はいはい、NHK ね。初めから言ってください。ちょっと身構えちゃったじゃないですか。NHK の方が何の用ですか？あなたのお宅にテレビって置いてありますよね。いや、ないです。あ、置いてあると思うんですけど。本当にないです。もうマジです。マジです。なんで料金の方を払っていただかないとちょっと困るんですけど。あー、そういうやつね。いや、でも本当にないんですよ。僕、この家の持ち主なんですけど、ずっといるわけじゃなくて、基本夜しかいないので、テレビ見ないんですよ。てか、テレビ台すらないです。はい。ガチです、これは。弊社でも調べしたところ、この家にあるんですよ、テレビが。そんなこと調べられるんですか？そうなんですよ。でもマジでないですよ。本当にないです。でしたら、入れてもらってもよろしいでしょうか？あれですか？中入って確かめたい的なやつですか？そうですね。弊社ではもう確認取れてたので、料金の方いただかないとちょっと、法律的に危ないと思うんですけど。別に中入って確認してもらうのは全然構わないんですけど、一つお伺いしてもいいですか？はい、何でしょうか？本当に変なこと聞くんですけど、幽霊とかそういったものの体制って終わりですか？そうですよね。この家って事故物件なんですよ。はい。それで、ちょっと、そういった、なんて言うんでしょうか、幽霊に耐性がない方を入れると、本当に体調不良を起こされる方が多くて、だからちょっとはなんか、そういう、何もない人を家に入れると、本当に危ないので、だからちょっとあるのかないのかっていうのをお聞きしたくて、今聞いてます。そういう嘘の話はどうでもいいんで、とりあえず入れてもらってもいいですか？いや、嘘じゃねえんだけどなぁ。だから、とりあえず、あるのかないのか教えてくれません、まず。そんなの、あるんじゃないじゃないですか。ないんですね。はい。じゃあ無理っす。いや、そういうのいいんで、とりあえず入れてもらってもいいですか？いや、本当に、こんな山奥まで、来ていただいて、本当に申し訳ないんですけど、マジでテレビないですし、で、本当にそういう体制がない方を、入れるのは、本当にダメなので、ちょっと、本当に申し訳ないんですけど、お引き取りお願いしてもいいですか？弊社で知られたところ、受信されているので、ちょっと料金の方をいただかないと、ちょっとまずいかなというところで、いただいてもいいですか？あれじゃないですか？僕、この家でパソコンで編集とかするんですけど、はい。それ、じゃないですか？それ勘違いしてません？携帯とか。テレビマジでないんですよ。だとりあえず本当に霊障に対して耐性がない方をお呼びするのは本当にダメなので、本当に入れると体調悪くなっちゃうから、マジでお引き取りください。そんなのいいんで、とりあえず入れてもらっていいですか？いや、マジで無理です。本当に無理です。僕の責任になっちゃうんで、本当に、下手したら命とかマジで危ないんで、これ冗談で言ってません。本当に冗談で言ってないです。嘘だなって思って、
ちゃうのかもしれないですけど、本当なんで、ちょっと引き取ってください。例えばその光って、なんか撮ってますか今。ああ、はい、一応撮ってます。それやめてもらっていいですか。ああ、じゃあ、一回、まずはちゃんと調べてからもう一度来てください。いやいや、とりあえずそういうのやめてもらっていいですか。一回中に入れてもらっていいですか。あ、そもそもあれですよ。そういう契約取るときに、そういうふうにアポなしっていうか、こういう感じで来るの、違反なんですよ。知ってました？あ、そういうのないんで。いや、ガチっす。あ、そういうのないんで。弊社ではないんで。弊社とかじゃなくて、法律の話をしている。とりあえず、一旦、戻ってもらっていいですか？無理です。なんで、もうしつこいなぁ。え？開けてもらっていいですか？いや、開けないですよ。本当に怖いし。やばすぎる。え、本当に NHK の人なんですよね。本当に NHK の人なんですよね。そうですね。名刺とかもあるので、開けていただいたらお見せするので。いや、普通に怖いんでいいです。本当にテレビ台ないんで、別になんか、あれだったら全然警察とか、別になんか、いろいろやってくれて構いませんよ。だって本当にないし、これ本当にないんで。マジでないから、僕は別になんか、やましいことがないんで、はい。ただ開けたくないだけです。開けてもらっていいですか？どういうことよね。いや、話聞いてほしいな、本当に。だからマジで、本当に開けたくないんで、怖いじゃないですか、その、しかもちょっと威圧的だし、何度も理由言ってんのに。まあ、ね、変なこと僕が言ってるのかもしれませんけど、本当にテレビないですし、だから本当に今日はお引き取りください。お願いします。また明日来ますね。いやもう本当にやめた方がいいですよ。本当にないですからね。だからもう、マジで来ないでください。迷惑です。わかりました。じゃあ、また明日来ます。いや、明日来ないでください。はい、失礼します。また来ます。いや、来ないでください。だから。人の話聞いてますねえ。あいつ、やばすぎる、マジで。なんであいつマジで。怖すぎやろ。もう前期全部消しとこう。やば、あいつ怖っ。何やあいつマジで。NHK 怖くね？初めて来たんやけど。こんばんは、カレキです。今日もこの事故物件で検証を始めていきたいと思います。皆さん最初の動画、びっくりされた方多いんじゃないでしょうか。あれは18時頃に撮影した動画になります。ちょっとね、ライブ配信ではなんか21時頃に家に来ましたとかね、ちょっと変な嘘ついちゃったんですけど、あれはこの動画のためにちょっとね、フェイクを入れさせていただきました。ちょっとね、混乱させてしまって申し訳ないです。で、あれは18時ぐらいに家に来て、まあ撮影した動画になるんですけど、まあ正直あの方が本当に NHK の方かは知りません。はい。ちょっとね、家には入れずに、外と中で会話してたし、まあなおかつ名刺だったり、まあ名札とかね、そういうの見させてもらってないので、ちょっとね、本当かどうかわかんないです。正直、アンチの可能性もあったから、ちょっとね、怖くて入れなかったんですけど、まあ幽霊に対して耐性もないし、ちょっとね、いきなりすぎたから、家には入れなかったんですけど、本当にね、まず皆さんに信じてほしいのは、本当にこの家にはテレビは一切ないです。もうね、よくこう、ルームツアーとかしてるからさ、家にテレビがないことは皆さんご存知だと思うんですけど、本当にないから、こいつは一体何を言ってるんだっていう感覚で話してました。しかもさ、結構しつこくないですか？動画的に多分ね、7分ぐらい撮ってたんですよ。やばいですよね。こっちはね、編集してたから、本当に忙しくて、マジでね、あの7分超無駄でした。まあ、こういったことをね、動画にするのは、本当はあんまりよろしくないのかもしれないけど、まあね、本当に起きた出来事だから、もう流さないとね、損だということで、ちょっとね、流させていただきました。急にね、玄関にピンポンピンポン鳴ってたんで、誰だと思って行ったら、まあ、本当に人が立ってて、最初はね、幽霊か人間か分かんなかったんですけど、まあ、とりあえず話しかけたら、まあ、人間っぽかったんで、まあ、いろいろね、お話しさせていただいたって形になります。はい、ちょっとね、意味不明な人に絡まれたんですけど、今日もね、張り切って検証は頑張っていきたいと思います。それじゃあ、早速動画の方に移っていきたいと思います。動画、どうぞ。どうぞ、来た。キッチンか。行きます。うわ。また出てきた。スマノレースさんですよね。何しに来たんですか？もう襖から出られるんですね、普通に。あ、そっか、あれなんて喋れないのか。スマノレイさん、僕とお話しましょう。あなたの目的を教えてください。
攻撃をかすっていた。あ、そうだったんだ。完全に聞いてないかと思った。そうなんですね。調子悪いんですね。本当にみんなのことは襲わないでください。僕に襲いかかろうとしたら、切りますよ、今度は。僕は絶対殺されないですよ。お、消えた。こすっていたのか、昨日のやつ。戻りました。今、ふつまのレイさんと会ってきたんですけど、やっぱりね、僕のことを襲う気はかなりありますね。ただ昨日の攻撃、僕は完全に避けられたというか、聞いてなかったと思ったんですけど、意外と聞いてたみたいです。なので今日は調子悪かったんで、なんかすぐどっか行きました。ちょっと扉を開けて襲いかかってきたら本気でね、切ろうと思ったんですけど、今日は様子見をさせていただきました。やっぱ怖いですね、ふすまの霊さん。かなり怖いです。圧レベルで言うと、もう山の王さんと同じぐらいの圧を感じます。それはね、動画越しでも皆さんに伝わったと思うので、本当にね、注意しながら検証していこうと思います。では何かあるまで待っていきます。ん？玄関か。行ってきます。何事だ。なんだなんだ、誰だ。お、山野さん。しかも赤い。本気の時の山野さんだ。こんばんは、山野さん。本日もお会いできて嬉しいです。よろしくお願いします。おやおや、どうされましたか。楽しみに来てみたら逃げられましたね。逃げられた。あ、襖の霊さんに会いに来たってことですよね。本気で戦うために。残念ですね。なんだこれ。怖い。山野さん、何かしたんですか。完璧な状態で会いたいので、今日は下がります。あ、今日は帰られるんですね。わかりました。でも、ちょっと怖いので、あんまりその姿では来てほしくないです。はい。僕のいないところで戦ってほしいのが本音です。すみません、変なこと言って。楽しみにしていますよ。今日も来ていただきありがとうございます。ぜひまた遊びに来てください。いやー、怖えな、やっぱりこの姿は。うわー、山野さんやっぱり怖えんだよな。シンプルに戻りました。今玄関で山野王さんとお会いしてきました。山野王さんね、赤いお姿だったんで、本気で襖の霊と戦いに来たんだと思います。ただ襖の霊がなんか調子悪いだったり、僕の攻撃かすってたっていう風に言ってたんで、山野王さんはね、襖の霊に会いに来たけど会えずに帰ってったって感じだと思います。はい。もう山野王さんのね、あの姿、本当に圧が怖いんですよ。もう背筋がこうゾワゾワってする感じ。ちょっとね、まあ言ってなかったと思うんですけど、あの姿で会うとなんか頭痛までしてくるんですよ、たまに。今日はしっかりと頭痛したんで、いや本当にね、なるべくあの姿ではね、本音を言うと会いたくないです。はい。本当に怖いです。まあ、ただね、そんなことも言ってられない状況なので、しっかりとね、覚悟は決めて検証を臨みたいと思います。主さんからね、この家を守ってほしい、頼んだっていうふうに任されているので、その任務はね、全うしたいと思います。そしてね、一刻も早くみんなを成仏できるように、コミュニケーションを取りながら頑張ろうと思います。ではね、また何かあるまで待っていきます。2階だ、行ってきます。アラジさんかな、誰だろう。なんだなんだ、2階。でも今日アラジさんの機会じゃないんだよな、2階。やっぱり違うな、この気配は。まさか、まさかあの人か。おお、やっぱり赤女さんだった。こんばんは、赤女さん。今日はなんで外にいるんですか。
おーい、え、てか、なんていうんですか、普段は普通に入れてるじゃないですか、中に。どういうことですか。え、なんでそんなこと言うんですか。え、僕あなたに何もしてないですよ。そんな怖いこと言うのやめてください。なんで中に入れなくなっちゃったんですか？え、ちょっと怖いな、開けるの。なんか様子もおかしいし。ちょっと落ち着いてください。本当に冷静に話しましょう。そしたら開けるんで、まずは落ち着いて話し合いましょう。どういうこと？あなた赤本さんじゃないの？え、誰あなた？え、マジで怖いんだけど。マジ怖すぎだな、赤女さん。てか本当に赤女さんだったのか。いつもと様子マジで違うし、もうマジ怖すぎる。本当に戻りました。マジで怖かった。赤女さんマジでさっきヤバすぎやろ本当に。しかも開けろ開けろってどういうことなんだろう。赤女さん普段はキッチンのあっちの方に現れるから中には普通に入ってこれてたんですけど、追い出されたってことですかね。マジで怖かった。え？もしかして、ひとみさん？ひとみさんが追い出したのかな？え、わかんねえ。なんなんだろう。マジで怖えよ、ほんとに。でもなんかね、山の王さんの怖さとはまた別な怖さがあるんですよ。こう、女性の霊に、すんごい殺気だっていろいろ言われたり、何かされるの。ほんとに怖いっす。いやー、マジで怖すぎて刀の存在一瞬忘れてましたもん。やばいな。ちょっと赤女さんに NHK の人追い出してほしいわ、本当に。ね、出てきてもらって。マジで怖いわ。いやー、あれってどうするのが正解だったんだろう。中に入れてあげるのか、それとも、僕はちょっとあのまま放置しちゃったんですけど、怖すぎて。どっちが正解だったんだろうな。まあ、本当にね、中ね、開けて、襲ってきたらさ、刀で切るしかないから、そうするとね、もう余計関係こじれるっていうか、最悪消滅しちゃうと思うので、それは僕の目指す成仏とはまた別な形になっちゃうんで、それはね、本当に、あんまりしたくはないとは思ってるんで、本当に危険な例とか、どうしようもない例には使うんですけど、こいつを。マジで怖かったな。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。